テロクリスティアン・ピトカマキは、フィンランドの南ポフヤンマーケン・イルマヨキ出身の、やり投げ選手。ノルウェーのやり投げ選手のアンドレアス・トルキルドセンとは、親しい反面、競技においては、ライバルとして知られている。2004年アテネオリンピックにおけるやり投げ競技に、参加したものの83メートル01に終わり、第8位だった。 2005年8月には 91m53 の記録を出し母国であるフィンランドのヘルシンキで行われる世界選手権への出場を決めた。しかし本番では本来の結果が残せず81平方メートル7の4位だった。最初にメダルを獲得できたのは2006年にイエーテボリで行われたヨーロッパ選手権での銀メダルだった。2007年7月13日には スタディオオリンピコディローマで開催された IAAF ゴールデンリーグに参加した。この大会でピトカマキが投げた槍が大きく左に逸れてしまい、総幅飛びのウォーミングアップエリアにいたフランスのサリムスディリの脇腹に突き刺さってしまう事故が発生した。大事には至らなかったもののスディリは地元の病院へと搬送された。 同年8月5日には8 9ル4 3を投げてフィンランドの国内選手権の4連覇を達成した。同じ9月には大阪で行われた世界選手権に参加し8 9ル1 6を投げた。金メダルが確定した後の最後の投てきにおいては9 0ル3 3の記録を出すことに成功した。そして10月5日には ヨーロッパ陸上競技連盟によって、クロアチアのブランカ・ブラシッチと共に、欧州陸上競技年間最優秀選手に選ばれた。そのシーズン11勝の記録やそ91メートル23のその年のヨーロッパ記録を打ち立てたことなどが、要因になったと言われている。さらに10月には、フィンランドスポーツマン・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。F1 チャンピオンとなったキミライコネンを抑えて、 クロスカントリースキーチャンピオンのビルピクイトゥネインと共に受賞した。ありがとうございます。